ペンシルベニアアベニュー駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT ニューロッツ線の駅である。ブルックリンクイーストニューヨークのリボニアアベニューとペンシルベニアアベニューの交差点に位置し、2系統がラッシュ時混雑方向のみ、3系統が深夜を除く終日、4系統がラッシュ時混雑方向及び深夜帯のみ、5系統が朝ラッシュ時に北向のみ停車する。地上から見た駅舎駅は1920年12月24日のニューロッツ線ジュニアスストリート駅当駅間の延伸開業とともに開業した相対式ホーム2面と線路2線を有した2面2線の高架駅で南北線間には付設されていない中央線の路盤がある。ホームは一般的な IRT の列車の編成長510フィートよりもわずかに長くホーム西端を除き緑の柱に支えられた茶色い屋根がある。駅は2016年4月11日から2016年9月19日まで駅全体を改装した。その後、2016年10月27日に発生したトラック事故により改札外が破損したため同日から2017年3月3日まで改札外の改築を行った。なお、このトラック事故ではホーム及び線路には被害はなかった。改札は東側に1カ所ある。改札外から地上へは、ペンシルベニアアベニューとリボニアアベニューの交差点北東、南西に階段が1本ずつ接続している。また、南西の階段への出場専用改札がある。ありがとうございます。